はい、今日学んだと百姓天国、本日は4月の9日ということでね、4月の第2週のお野菜セットのご紹介をさせていただきます。もう4月のね、第2週入ってきましてね、少しずつ季節的にはね、春本番を迎えて、今あれですかね、桜の季節なんですかね、花見が全盛かもしれませんが、そんな中ね、畑の方は秋冬の、ね、冬野菜が終わって、そして春野菜へと移行している、いわゆる葉境期というわけですね。そんな葉境期でね、ちょっと野菜ね、皆さん家庭菜園とかやってられればわかると思いますけど、野菜がねない時期に入ってきますね。それでもね、我が農園はこの葉境期でもね、普通にこうやってお野菜セットをね、年中出荷しておりますのでね、頑張って野菜を作っているということでございますね。今日からね、ちょっと春の野菜がねだいぶ出てきておりますのでね、よろしくお願いいたしますということで、はい、まず上に入っているのが葉物ですね。はい、大根の花芽ね、綺麗ですね。たくさん花が咲き乱れておりますね、大根ね。来週ぐらいまで出そうかなという感じです。はい、大根の花芽、そしてラディッシュですね。はい、もうトンネル栽培のラディッシュが出てきました。今日ちょっとね、雨がすごくてね、あまり綺麗にね、収穫できませんでしたので、ちょっと葉っぱを落としたりしてね、配慮しております。ラディッシュ、大根花芽、大根類が出てきております。そして、はい、葉物水菜ですね。はい、トンネル栽培の水菜ですので、ちょっとね量が少ないですけどもね、ご了承くださいませ。はい、そしてレタス類で、ケールですね。はい、ケールは秋冬の野菜ですね。ちょっととうだってきておりますけども、まだね食べられますので、赤ケールですね。はい、そして、レタス類ね、リーフレタスがちょっとね小ぶりなので、2個入れたりね、うまく調整しております。レタス類が入りました。そして、はい、和わさいですね。この人は1個入ってますけど、半切りで、切ったりして、白菜ですね、春の白菜、和わさいというね、大きいように見えて実際はちょっとね量は少ないですけれどもね。はい、よろしくお願いします。春の白菜入りました。そして、はい、春といえば、はい、春人参ですね。葉付きの人参が入りましたね。はい、こんな感じで、レシピはねちょっと葉っぱ枯れたりしてますけれどもね、はい、葉っぱまだ柔らかいのでね食べられますということで、ね、葉付き人参、そして、はい、キャベツですね。はい、キャベツがズドンと、これまだね秋冬のキャベツですから、まだがっちり巻いて量が多いです。そして、よいしょ、大根ですね。大根はね、秋冬の三浦大根をカットしたやつが入ってます。いや、これでね結局量は多いと思いますのでね、はい、まだ春の大根がちょっと遅れておりますんでね、秋冬の大根をこうやって、切ってお届けしております。そして、かぼちゃ、かぼちゃがね、もうさ、今週、来週ぐらいで終わりですね。はい、これでね、ちょっと重量物というかね、かなりね葉境期に入ってきて厳しくなってきております。いろんなね野菜、かぼちゃが来週で終わりですね。そして、じゃがいもが2品種ですね、メイクイーンとシャドークイーンね。はい、こんな感じで1年間温存してきたじゃがいもをね、2品種ここぞとばかりね今出しておりますということで、はい、何品ですか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12品目ですね。まあ大根の花芽みたいなのをこれで入れて、これで12品目です、お野菜セットね。はい、4月の第2週葉境期のねお野菜セットを12品目入っておりますのでね、一応量的には過不足ないかなというふうに思っておりますね。はい、よろしくお願いいたします。書きましょう。はい、今日は4月の9ね、第2週の火曜日ということでね、今日は風が強くてね、雨だしね、なかなかちょっと収穫大変でしたね。苦労しました。ちょっとねですからお野菜濡れておりますが、よろしくお願いいたしますね。畑そのものをねお客様にお届けいたします。今日は雨でしたので濡れております。当たり前のことですよね。その当たり前のことをねそのままお届けしております。その時のその畑の状態をお届けするということでございます。はい、今日からは、先週まではねカツオナとか秋の、
葉物でしたけども、今日からねガラッと変わりました。トンネル栽培、水菜、ラディッシュ、大根、花芽、あと何でしたっけ、水菜、ラディッシュ、ラディッシュ大丈夫だよね、あとレタスですね、レタスが初出荷、レタス、はい、2個、そしてはい、かぼちゃ、そしてシャドークイーン、メイクイーンですね。去年かぼちゃはいつまで出しましたっけね、2023年の4月、この辺どうですか、かぼちゃ3月24、で終わったんだ、4月出してないんだね。去年は4月の半ばからエンドウ出してましたね。もうそろそろエンドウねできてくると思いますね、来週あたりかね。去年4月の10日に出してますね、エンドウね、はい、そろそろエンドウも出てくるかと思います。はい、去年は3月末でぴったり終わりましたけど、今年は4月ちょっと引っ張ってますね、はいじゃあ入れていきましょう、はい、よいしょ、固いものを下に入れてと、そうですね、はい、はい、柔らかい葉物を上にと、ラディッシュ、そして最後に花芽と、はい、こんな感じですね、はい、バランスの取れたいいお野菜セットだと思います、いかがでしょうかね、4月からねクール便になりました、クール便になりましたが、送料値段はうちは変わりませんのでね、4000円で全国配送させていただきます。1年を通してねうちは値段は変わらないんですね、クール便を使う4月から10月まではクール便で配送させていただきますが、値段は変わりません、値上げはありません、1年を通して4000円送料込みという形で販売しておりますね。ですので分かりやすい形をねお客様にはお伝えして取っておりますのでね、正直ねこの時期にこのね今白菜4分の1で500円とかね、にヤフーニュースで見ましたけども、それから見ればねこれだけ入って4000円ね、送料込みというのは大変お得だというふうに思いますね、いかがでしょうかということでね、4月の第2週の旬のオーガニック野菜セットのご紹介をさせていただきました。百姓農園のねホームページ概要欄ありますのでね、よろしくご注文いただければと思います、よろしくお願いいたします。それではまた。